井上前でございます。ミルク佐藤でございます。昼は休み時間でございます。お昼でございますけれどもね。いやー、暑い中続いてますけど、週末終わって、一息つく暇もなく、水曜日に J リーグとしては。そうなのよ、ね。また、お試合ということでございますけどね。やってきますからね。まあ、現状あの夜4月4日の夜撮ってるんですけどね、一試合中止になっちゃったという残念なね、ところありましたけどもね。そうなんですよね。川崎鳥栖ですけども、が行われるんじゃないかなということですけれども。はい。ねえ、まあ、やっぱこの季節ですから、うん、もう移籍の情報もポンポン毎日出てきますね。そうなのよ、名古屋、ヴェルディが動いた、みたいなね。ね、動画撮りましたけれども。うん、そうですね。まあ、それ以外で言うとね、もう一つ出まして、はい、広島から岡山に永井陽選手の移籍が決まったんですよ。はい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 。まあ、レンタルですけど、はいはい。まあ、これ生配信とかでも言いましたけど、はい、今の広島のコーチである有馬さん。っていうのが去年岡山の監督やってたんで、なるほど、うん、そういうのは絶対ありますよね、うんうんうん、とこういうところはあったのかなと思いますと、うん、で他にもなんかいろいろ出てきてるところがありまして、うん、はい、鎌田大地さん新しい話出てきましたよ。おお、トッテナムに入るんじゃないかなという、ね、そうなんですよ、入ってほしいなという気持ちいますけど、うん、どうですか。あのね、はい、リーズっていうパターンが出てきました。リーズ、うん、ないって南野がねリーズじゃないかみたいな話もあった中でも、もうなこんな、そうなんですよ、はいはい、だからいわゆる南野の代わりです、ね、うん、で鎌田ってのはどうかみたいなところになってるみたいです。どう新生の見立てで合いそうな感じです、もう合いそうな、めちゃくちゃ合うと思いますね。ほう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 。鎌田選手そのクリエイティブな能力に関しても評価されてるんですけど、はい、プレスが評価されてるんですよ。うん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 。でリーズもやっぱりいわゆる形としてはレッドブルグループみたいな感じなので、うん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 、やってることが、なるほど。でフランクフルトとかドイツ組って大体もうちょっとそのプレスとかの形がもうなんかザルツブルグとかリバプールとかライプツィヒでやってるような形がこう国として浸透し始めてるところがあるので、うんうんうん、なるほど。鎌田選手にそれで評価というかねスポットが当たったのかなと思うんですけど、うん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 、まあちょっとどうなりますかといったところですね、ここね。いやどっちがいい先生、リーズとトッテナムだったらね。いやトッテナムでは見たいよ正直。見たいよね、うん、リーズの方が王様感があるかもからね。そうでもね、うん、やっぱフランクフルト残ってれば、うん、フランクフルト残ってれば CL 出れますか。そうなんだよね。そうこれはいろ、まあどこ行っても楽しいっていうのは間違いないですけどね。そうなのよね。どうなりますか。って言ったと思うんですね。なるほど。あとこれどのぐらいまでには決まるのこれは。まああとね、うん、いわゆる日本っていうと E1 ぐらいまでで決まると思いますね。うん、あ、じゃあもう1週間、2週間。うん、だと思いますよ。うん、あらそうか。じゃあ分かりました。朗報を待ちましょう。ですね。うん、あとね、ちょっと気になる情報がね、はい、2つほど入ってまして、うん、何何、なんかちょっと前にもありましたけど、小川幸喜さんがね、なんか新人がちょっと注視してるみたいな話があ、はいはいはい、あ、それも決まった話じゃないんだね。それまだなんですよね。はいはいはい。そしたらですね、うん、もう一人日本人出てきたんですよ。新トトロイデンに原太一。うん、はあ、どこ行くんですか。いや、新トトロイデンからアラベスに帰ったはずなんだ、はずだったんですけど、やっぱアラベスが今回降格しちゃったってのがあって、あ、そう、スペイン2部になっちゃったぞ。そう、うん、でスペイン2部は、うん、いわゆる助っ人、いわゆる EU 圏外枠に関しては、うんうん、2人しかダメなんですよ。あ、枠の数も変わるんですか2部になると。そうなんですよ。あ、なるほどね。だからそれって多分、はい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 、だったら一部の経験させておいた方がいいなとかってのはどうやら新トトレーにもう一回戻ってくんじゃないかって話があって、あ、そうか、そういうことか、うん、なるほどね。あ、ってなると枠の問題でフォワードは不要ですよと。そうなんですよね。そうな感じもある。そもそも林大地がいますからね。そういうことだよね。うん、なるほど、ね。なんでまた来年も林原になるのか、それとも小川選手も入るのかといったところですけど。なるほどね。ははは。まあ、ちょっと気になるところですね。ことがね、境に影響し合うのが遺跡ですよね、うん。そうなんですよね。なるほどね。ほうほうほう。まあちょっと楽しみでもありますけどね。うん、楽しみでございますね。さてどうなりますかと、こういったところでございます。あとね、ちょっと出てきてるのがね、マーさん。はい。おたけよ。久保の武人さん、はい、またなんかニュースがなんかもともとねレアルソシエダっていう、はい、そうあったんですけど、うん、まず一つ目出てきたのが、はい、バジャドリードスペインの、はい、今回昇格してくるチームになるんですけど、バジャドリードはあれでしょ、フェノメノロラウドがオーナーなんじゃないんだっけ、うん、そうなんですよ。そうだよね、まあ、さまさにそのオーナーが、はいはい、武保欲しいねって本当に、
そうなんです。古くは城庄司さんマジで出てるんですよね。そう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 。紫の白の縦島。はい。以前もね、その前マジョルカにいた時だったかな、はい、にもバジャードリードは欲しいなってこと言ってた時があったので、はいはいはい、だもしかすると、うん、まあ実現する可能性もあるかもしれないですね、と。ね、でもただね、でもな、そうなのよ、やっぱ また攻撃陣にねもボール来ないみたいなところでやってもな、そうなんすよね、マジョルカじゃあ、ま、じゃあマジョルカでいいじゃんって思っちゃうな、で、うん、みんなチームメイトのことも知ってますからね、そうだな、だしあとやっぱ我々としてはね、うん、単純にソシエダってのみたいのはあるんですけど、うん、やっぱねやっぱ竹クラスになるとそれだけじゃないらしいっすよ、他にも、うん、なんかいっぱいとりあえずなんかオファーっぽいのは来てるらしいんですけど、はいはいはい、今、うん、新たに上がったのが、うん、ブンですと。ワクワクすんですけど、何それ、ね、スンデス3が。ワクワクスンデス3が。うん、なんかドルトムントなんじゃないかみたいな話とか。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。ねえ。新地香川的な。そうそうそう。いや、めっちゃいいと思うんだけど、もうそれでいいよ、俺。ねえ、結構レアルって、うん、フランクフルトとか、あとドルトムントに、こう、レンタルとかね、そこら辺関係性高いというか。あ、そうなんですか。なんかいいんですよね、結構。じゃあちょっとお願いしますよ。ねえ、あり得るかもしんないなってのがあるの。口聞いてくださいよ。なんか合いそうじゃないですか。いや、そうなんだよね。かっこいいじゃん。なんかそういう上位のクラブで見たいんですよ。そうよね。アタッカーでね、ボンボンボール回ってきてさ、ね、2点目、3点目取りに行っちゃうじゃないかみたいなクラブで見たいんですよ。そうよね。かっこいいじゃん。似合うよ、絶対。ま、そうなのか、うん。ここもちょっとだからどうなるかといったところです。ドルトムントにしよう、もう。ねえ。ね、見たいね。そうですか。ただね、まず今ね、大変なんですよ、世界の移籍市場が。うん、何？ある男をめぐって、大変なんです。ある男。うん。ムバッペですか？ムバッペはもう PSG で決まる。そうですね、うん。クリスチアーノさんですね。うわー、ロナウドさん。お騒がせちゃうの、また。そうなんですよ。だってユナイテッド入ってまだ1シーズンしか経ってないじゃないですか。なんだけど、もしかしたら出る可能性。要は来年、うん、ユナイテッド CL 出れないんですよね。なるほど。だから俺は CL に出たいんだというところがあって。うんうんうん、そうか、自分でその順位にしたくせにね。うん、気持ちはわかるけど。そうなんですよ、ね。あ、で、なんか結構ね、構想もまた変わるっつってね。そうなんだ。ちょっと先々若手中心で 見据えてみたいになってくると、まあ、出番もみたいなこともあるのかな。ねえ、で、なんか、この動画が、あ、こう、撮ってる7月4日かな、はいはいはい、が、ユナイテッドなんか指導日みたいな感じだったっぽいんですけど、初日現れなかった。一応ね、理由としては、なんか、家族とのなんやかんやでっていうので、来なかったとは言われてるんですけど、うん、なるほど、まあ、新監督になるテンハグさんとの一応会談を経て、まあ、残留なのか移籍なのかってことが決まるらしい。フットボールのゲームのマンチェスターユナイテッドパック、俺買ったよ、いたよ、昨日。昨日買ったけど、いたよ。ごっそり買える。あ、これからか、来週は、ね、大人買いしましたけど。大人買いした。いたよ、いたよ。そう。やだよ、急に消えたりしたら嫌よ。いや、だからどうなりますかね、ここも。なるほどね。気になるところになってくる。気になる、それは気になるね。ねえ、知れませんね。なるほどね。いや、こういう遺跡がこう、だんだん入ってきますね。そうだね。話としてはね。はいはいはい、はい、気になっちゃいますけど。ねえ、あと、同じくユナイテッドで言うんだったら、エリクセン選手が。はい。ユナイテッドに決まりました。おー、ほう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 。そう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 。一応3年契約とのことなので、うんうんうん、まあちょっとそこも楽しみだな、なんてことね。そのあたりでも取るんですね。なんかこういろいろ切り替えて若手にみたいな感じ。もうね、ねえ、うん、ちょっとなんか意外だったなとか、トッテナムの可能性もあったかなってのもある。ちょっとね、びっくりした。トッテナムで見たかったっていうのもあります。そうそうそう、ってのもありましたね。なるほどね。はい。あと、そういえば、この間もちょっと話したの、堂安選手。うん。もしかしたらこの動画出る頃に決まってるかもしれないですね。PSV か、フライブルクかって言ってたやつね。なんかね、堂安選手、ドイツ向かったっぽくて。はい。で、今、メディカルチェックっぽいんですよ。あらららら、じゃあもうほぼほぼ。まあ、ほぼほぼ決まりでしょうね。はあ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 、揚げ物のね、楽園と言われる。ね、コロッケ食べても、天ぷら食べてもね、もう全部美味しいと言われる。フライブルク。うん。に行くんじゃないかっていうことが言われてますね。嘘ですよ。ね、私でもないですよ、それは。
あとね、うん、もう一つちょっと、この動画出るこれ、もしかしたらこっちも名前決まってるかもしれない。はい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 。マヤヨシーダ。マヤヨシーダはどこに、なんかでもフットボールタイム出て、今まだまだ決まってないんだよね。まあ実際映えてんだけどね、みたいな言ってたよ。だからなんか残りね、うん、言われてんのが、まあ、うん、イタリアはモンツァ。モンツァ。あと、名古屋みたいな話がね、ありますけど、はいはいはい。なんかね、もう決めたみたいです。どっちかに。あら、なんでそんなことを先生が知っている？あ、なんかね、SNS かなんかに上がってたんです。決めたって書いてあった。そうそう、もう新しいその新天地は決めたらしいっていうところで、あとはだからどっちかのものをあとすね出るんじゃないかと。どっちかっていう名前出てないんで、決めたのは出てるけど。そうなんですよ。こういう経緯で。ね。ね。ただね、これもびっくりなのが7月3日、うん、日曜日でしたけど、うん、吉田選手 JFA ハウス行ってたんですよね。まだイタリア行ってないんですよ、ね。なるほどね。なのに決めたみたいな次が出てくるってことはってのもありますよね。なるほど、そうか。名古屋色が強いってことか。かもしれないですし、まあそうじゃないのかもしれない。これ邪推しすぎてるのかもしれないですけど。オンラインで決めたかもしれないしね。そうなのよね。ね、ちょっとまだわからないって。モンツァ側からね、ヘイムシュヨシーダ、これが君の新居ですよっていうね、写真、豪邸の写真が送られてきてね、決めたって言っちゃったかもしれない。ねえ、そうね、どうなりますかと。吉田麻也選手が決めた、どこかはまだ言わないけどってつぶやいたってこと的なこと。確かそうだったと思う。ごめんなさい、ちょっとこの配信まで忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。面白い、そういうのいいよね。小出しにしてほしいという気持ちもあるんですよ。そうですね、知らされたいという欲もあるんですよ、こっちは。そうですね。なるほど。あとこれよかったって話最後していい？なんですか、なんじゃらほいなよ。カオル三笘の結婚ですね。ああ、そうですね。おめでとうございます。ございます。なんか幼馴染的な高校の時のなんか大学時代かな。あ、大学時代ね。そうそうそう。好感が持てる青年じゃないか。そうだよね。スターダムにのし上がってからやれ芸能人やれモデル、うん、ね、うん。いや、ちょっとダメだこれ。あの剣があるわこれ。ダメだ。じゃなくね。いや、それでも素敵な出会いだからいいんですけども、うん、もうそう、もういうのはもうやっぱりね。いいですよね。持てますよ、本当に、うんうん。あとだからこのタイミングでそれこそね、うん、結婚っていうことはもう海外で俺やっていけるぞって多分自信もちょっと。そういうことですよね。うん、出たからだと思うんですよね。うん、なるほど、なるほど。ちょっといいなって思っちゃいましたね。いいことですよ。素晴らしい。ね、三笘。三笘選手ね。なるほど。あとはね、うん、これ出てるのが火曜の昼になるからあれですけど。うん、まあちょっと気になりますよね、お台風さんが。お台風、あーそうなんでしょう、うん、日本列島吹き荒れるんでしょう。そうなんですよ。だもしかしたらね、地域によってはこの火曜日段階でね、いわゆるやるのかやらないのかってことを決定する地域もあるかもしれないし、もうあれ事前中止も予想されるぐらいの、まあそんなになんか強い台風じゃないんで、もしかしたらないかもですけど。サッカーだから事前中止はなかなかよっぽどじゃないとないもん ね。いやでもほら、まあさ、びしょびしょ試合が予想されますね。ほら今回さ、昼じゃないしさ、平日の夜じゃん開催されるのが。電車とかね。そうだ、開催できるってなったとしても、お客さんがね、来れない、帰れないっていう風になってしまったら、ね、ってのもあんのかなって思って。あ、で誰が判断するんだろうね、マッチコミッショナーですか、ね、ああ、とかなんですかね、リーグチーム、スタジアム。気象庁ですか。ああ、どうなんだろう。そこともなんか来たりするのかな。なるほど、気をつけ、遊ばせですね、これはね。ねえ。なるほど。まあ、ちょっと気になるところでしたと。うんうん、はい、いうところ。雨に強いチームってどこですか。以前だったら岐阜がそうでしたけどね。ああ、岐阜は。セットプレーでバンバン点取りましたからね。雨降ってるイメージありましたもんね、長良川は ね。なんでなんでしょうね。ね、あ、そう。さあ、今年チームスタイル的には何、つなぐチームは雨に弱いの。まあ、点取りたくなりますね。カウンターのチームの方が雨に強いの、一般的に。そうです、ロングボール系の方がやっぱり、やれますよね。あなたのチームは、どっちのチーム、うん、ということで、今日は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ミルワカ、休み時間ラジオをお送りしてまいりました。毎日お昼にやっておりますので、明日も聞いてちょうだいませ。そしてね、トークライブが、高円寺でやりますので、そちらもね、概要欄に書いてありますので、お願いします。チェックしてください。井上でした。ノーミルサトでした。どうもでした。また。いい午後をお過ごしください。